三つのバイエルン部曲作品27は、エドワード・エルガーが作曲した、還元楽曲。ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンの風景この作品は6曲から、なる合唱曲集、バイエルンのコーチから、中の3曲に、還元楽編曲を施したものである。原曲の歌詞は作曲者の妻である、キャロライン・アリス・エルガーの手になるものであり、1894年の周期を過ごした。 オーバーバイエルン、大部分はガルミッシュパルテンキルヒエンで満喫した休暇の思い出として書かれた。アリスは各曲に対して表題に加え、休暇の間に訪れたお気に入りの土地の階層として、副題を付している。この組曲の初演は作曲者自身の式で1897年10月23日に行われた。これはアウグストマンスが推奨宮で開催していた。 演奏会シリーズの一つでの出来事だった。タイムズ紙はエルガーが部曲を、またマンスが残りのプログラムを第1級の様式で指揮したと評した。3つの部曲は次の通り、3つの部曲はいずれも作曲者らしい特徴を示している。第1曲は明るく狂犬である。第2曲は音和で、田園的な気分のエルガーであり、ホルンによる物思いに吹けるような旋律が聞かれる。 演奏時間4分半で最長となる第3曲はエルガーのフィナーレの縮小版となっており、はじめは楽器を伴い、続いて拡大されて最後はオーケストラの色彩の輝きの中に咳込むように終わる。注釈主典。ありがとうございます。